アイターン希望者や若者の移住につなげようとソニ村に体験型の宿泊施設が4月にオープンします人口およそ1500人のソニ村では少子高齢化と人口減少が加速していますそこで多くの人に観光気分でソニ村に来てもらい村の良さを体験してもらおうと建てられたのがこちらの簡易宿泊施設です ソニゲート山かす宿と名付けられたこの施設は地域の集会所を村が総事業費およそ1200万円かけて改修しましたおよそ36畳の部屋にはシングルとダブルのドミトリー型の寝室があり別の部屋には共有できるキッチンダイニングが設置されていますここを拠点にして、まあ、あのソニー村の 大自然だったり、施設だったり、温泉やったり、いろんなところに足を運んでもらえたらいいなって思います。はい、村では、利用者との交流を深め、村ぐるみで移住促進につなげたいと期待していますまた、きょうは45歳以下の夫婦や子どもを持つ家族を対象にした定住促進住宅も完成し、披露されました。